スノーマン・メグロ・レンも出演。ジョジョ舞台化に、ジャニーズ集結の噂荒木広彦が生み出した大ヒット漫画、ジョジョの奇妙な冒険シリーズが舞台化されることが明らかになった。キャスティングはまだ発表されていないが、世間を騒がせるジャニーズアイドルが集結する可能性も出ている。舞台化されるのは、ジョジョシリーズ第一部の、ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド。来年2月から、 帝国劇場での上演が予定されている。上演に向けて舞台の公式サイトやツイッターアカウントが開設。6月2日時点では舞台化の発表と上演劇場のみが明かされており、キャスティングについては追って発表されるようだ。もともと舞台化の噂はありましたが、ようやく公式から正式に発表されました。待望の舞台化ということもあり、ネット上では早くもキャスティング予想が白熱。 俳優、山本孝治や安倍博志らの名前も上がっていますが、ジャニーズ出演を予想する声がちらほら見られます。